シャモリトモは中国出身のドイツの政治家、ジャーナリスト、著述家である。シャは1958年10月1日に中国、海南省、文章圏古、山郷菜園村で生まれた。学齢期に文化大革命があり、シャは学校に通うことができず、辺境地での労働を強制された。文化大革命集結により、大学入試が再開された後、 1979年に、甲州市の中山大学に入学してドイツ語と英語を学び、1983年に卒業した。大学卒業後、上海のフォルクスワーゲン社で通訳として働いた。1988年に、ドイツバイエルン州に、自費留学し、ヨーロッパまで鉄道で移動した。夫・フリードリヒ大学バンベルクでドイツ語と、文学、ジャーナリズム。 ヨーロッパ民族学を学び、1993年、中国共産党の報道政策に関する論文で修士号を取得した。1993年から1996年まで、フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン・ニュルンベルクの博士課程でヨーロッパ法制史を学んだ。1989年まで、社は登録社団ドイツ中国人留学生。 学者協会の会長を務めていた。1999年に中国語による雑誌、ヨーロピアン・チャイニーズ・ニュースを創刊し、2011年まで発行していた。2006年からは、キリスト教雑誌オーバーシーズ・キャンパスの編集長を務めている。社は、ヨーロッパ中国語作家協会の副会長である。2013年4月20日、 バンベルクのキリスト教社会同盟の党員は社を市議会議員候補に選出した。2014年、社は市営州の全候補者の中で最も多くの票を獲得してバンベルク市議会議員に当選した。2019年欧州議会議員選挙では市営州を代表して候補者となった。欧州議会議員選挙では初のアジア出身の候補者である。2010年、社は 中国の新聞、南方週末の中国の有識者100人に選ばれた。ユー・シエミット・マーカス・ソダー2014社森友は、シャーンの56代の子孫にあたる。社史の系譜によると、シャーンの26代の子孫の社文教は、福建省府天出身の学者で、祖職と同時期に海南島に流刑されたという。社森友は、社文教の30代の子孫である。 父の社進む側は国民党党員、母の周シ志蘭は小学校の教師だった。祖父の社キは国民党の一員として北伐に参加した。いとこの社旗は調整に参加し、後に流昇旗と結婚した。社森友はキリスト教徒である。中山大学在学中に同級生の長新花と出会い、1986年1月18日に結婚した。 息子が一人いる。妻と共に、バンベルクに住み、チャイナファンという中華料理店を経営している。2010年、社は、ドイツ国籍を取得した。ユーシュエ、デアセンクレクトスターターデアバンバーガーシエシブー、ハットティルメイヤー、アンカーインデアネウエンハイマート、タズ、デ、P39、2017年1月15日閲覧。エインアーベント、イムエクシル。 コン・本ウォルター・ウント・ノイア・ハイマート、ハット・ティル・メイヤー、アンカー・イン・デア・ネ・ウェン・ハイマート、イン、タズ、12、ノーベンバー20・2011、S39、マクシミリアン・カルク・ハフ、フラック・ニヒト、ワズダイネ・ノイア・ハイマート・フィワ・ディッヒツン・カーン、イン、FAS、7、ジュリ20・2013、S46、キャンディデー・チン・リステ・ワ・ラージ・ブ・ニーズ、ハット・フラック・ニヒト、ワズダイネ・ノイア・ハイマート・フィワ・ディッヒツン・カーン、 功績中、謝罪旅教習字、P150、独立作家、2014、12、森友官法盲団、伊佐尾文、優秀やオースチャイナ、ウェンイン・ヒアウフ・ドイッチュ・ランド・ブリカ、ハベイ・ヒグローセ・ソウジ、エンテガツ、アレス・ガツ・オーシュウ・ミドリ・生活本マクシメディアン、カルク・ハフ・ハット、第2届け、花ハイ世界文歌オーナー。2016年12月10日閲覧。ありがとうございます。